はいどうも、ブンカラです。今回も遊んでいきたいと思います。今攻撃を重ねたりとかいろいろしてるんですけど、達成できた項目っていうのが何があるかなっていうのを見ていこうと思ったら、まず1つ目である丸石製造機を作るっていうのは完成しました。で2個目が家を建てる、これはまだできてないんで今回は家を建てようかなと思うんですが、巨大キノコを作るというミッションがありますので、ちょっとそれをやっていこうかなと思います。よいしょ、これ前土があったとこなんですけど、今丸石でちょっと囲ってあります。よいしょ、ここにキノコ上の、はいはい、巨大キノコを作るのミッションも完成ですね、これで。よいしょ、はい、よし、このでかさで家を建てよう。でここを並べていくと、オッケー、あ、見晴らしがいいね。あ、石の階段を20個作るっていうミッションもあるんだよね。よいしょ、はい、じゃあ石の階段20個作りました。よいしょ、じゃあこれを屋根にするかな。はい、完璧。はい、家ができました。よし、いやでもできたんだ。で島を広げるのミッションも達成でしょ。よし、これで石レンガをワンスタック作るのミッションも完成と。 OK、 無限水源を作る、無限水源もここにある。かまども作ってある。小さな湖を作る、小さな湖を作るだと。なんだそのミッション、小さな湖を作れ。どっかに小さなだよね、小さなだったらすぐできるね。ちょっと作ろう、小さな湖を作りましょう。オッケー、小さな湖を作る、できた。プールみたいだけど、小さな湖を作ることに成功しました。凍った、小さな湖を作ること完成しましたね。よし、完璧です。離れたとこにモブの浮島を作成する、もうあそこに作ってあるので完璧だね。ジャックオランタンを10個作るっていうのがあるんで、よいしょ、作りましょう。はい、これでジャックオランタン10個作りました。よいしょ、家に飾っとこうかな。はい、これでジャックオランタン10個のミッションも完成と。本棚を10個作るっていうのもここで完成してます。パンを10個作る、パンを10個作るのミッションがあるのでこれで完成だね。はい、ついでに緑の染料を作るも完成しました。他はね、羊毛を10個作るとか、赤い羊毛を10個作るとかなんですけど、ちょっと染料とかそういったもろもろがないので、ちょっと他のことやろうかな。絵画を20枚作るも川がないんでできないでしょ。スノーゴーレムを10匹作る、スノーゴーレムを10匹作る。雪が今全然ないんだけど、この上とかに雪あるかな。だった、ちなみにネザーゲートを作るっていうミッションも完成だよね、これでね。ネザーゲートもできている。あと幸運さんのエンチャントのツルハシを作るっていうのはこのワールド専用のミッションであるんですけど、今持っているこのツルハシ何気に幸運さんなんで、これも一応クリアだね。エンダードラゴンを倒すとか、ああいうのもクリアと。あとウィザーはね、最後にやろうかなと思うんだよね、あの上にいるんでね。でもウィザースケの頭持ってないんだよな。あ、ソーサラーさんが変えてくれるんだ。矢をワンスタックは完成。じゃあスノーゴーレムを10匹作るっていうのをやっていこうかな。よいしょ、1体、2体、3体、4体、5体、6、7、8、9、あと1体。はい、はい、10体。これでスノーゴーレムを10体作るも完成しました。石の半ブロックを30個作るのミッションもこれでクリア。これだいぶこれでミッションクリアしたけど、
あの動物系だよね。皮を手に入れたりとか、ああいうのがまずいな。どうしたらいいんだろう。皮ってどうやったら手に入るんだろうな。釣りぐらいだよね、あとあるとしたら。釣りと動物湧くんかな、まあ、ちなみに村人を3人に増やすっていうのはもうあれで完成してるから OK でしょ。あと動物増やす系だよね。動物増やさなくてもいいのかな。まあでもとりあえず今回はこのぐらいでいいか。はい、もう結構だいぶ終盤に近づいてきました。あとはもう材料集めて作るだけのやつばっかりなんでね、ちょっと裏作業でなんとかいろいろ集めておきたいなと思います。今回もご視聴いただいてありがとうございました。バイバイ。